はい、ちくわでーす。今回はゴールデンワンダーエッグプレイしていきたいと思います。で、こちらのゲームは最近私の日課になってまして、毎日ね、まずはこのキャッチの方をしてたんですけど、今日ね、偶然このキャッチをしていまして、卵をね、キャッチしました。で、こちらの山の方からね、キャッチをしたんですけど、でね、マシーンを使って、63ミリね、使ってマシーンでキャッチしたんですけども、偶然ね、卵をゲットできました。で、申し訳ないんですけど、今日もね、どうせ卵はゲットできないんだろうなと思って動画を撮影してなかったんですけども、偶然ね、取れてしまいました。なのでね、今63ミリ消費していますね。で、ゲットした卵はこれ戻っていただきまして、こちらのね、マイページの方から確認できます。で、エッグですね、はい、こちらのーノーマルのね、卵をゲットできました。でね、IE とかがあったり HP と、これはスタミナかな、で、あとはこれはスピードかな、なんかね、いろんなこうステータスがね、表示されています。で、こちらにね、ミントというボタンがありまして、で、このミントをすると、こちらの卵が NFT にできるという感じなんですかね。で、こちらの卵をね、NFT にした場合、このね、マーケットプレイスの方を見てもらいますと、まあ、大体ね、18FRTS というトークンで、まあ、販売されているということなので、18FRTS というと、まあ、大体 2.5 ドルぐらいで、販売できるという感じなんですかね。まあ、なので380円とかそれぐらいかな、で、販売ができるという感じですね。まあ、ただね、ミントをする際にガス代はね、発生する可能性もありますので、そちらはね、ご了承ください。で、あとはですね、こちらのミントをしないで、そのままね、ゲームを進めて、今度はハッチをするという方法もあるのかな。で、ハッチっていうのはこちらのね、卵を使って、このね、ハグをして温めるか、ワームアップ、要はね、鳥のようにこう温めるか、あとは燃やして温めるかと、こういうね、この3種類の方法があると。でね、なんで、このね、ハグとワームアップとヒーティングというね、3種類の温め方があるのか、ちょっとまだ分かってないんですけども、もしかしたらこれ失敗する可能性があるのかな。まあ、なので、そのままね、卵をミントしてマーケットプレイスで販売するよりかは、やっぱりね、YouTuber の端くれとしてはこちらのね、ハッチの方を挑戦してみたいと思います。なので、まずはこちらにね、卵をセットしてもらって、こちらでいいのかな、こちらでポチッとクリックをすると、でね、卵をセットしましたら1000分の0って出てきました。これはなんだ、1000分の0。まあいいや、とりあえずね、じゃあ今私ね、スタミナがあと40しかないので、こちらのワームアップとハグ、こちらはね、できそうなので、じゃあワームアップからやっていきます。こちらをじゃあポチッとクリックすると、どうなるのか。はい。This action will consume 30 stamina. Do you wish to continue? 続行してよろしいですかってことで、じゃあこちらで Yes。さあ、これでどうなるのか。あ、そうすると、今ね、30のスタミナ、ワームアップを使って、1000分の今10だけ温められましたよって感じなんですね。なので、失敗をするとかっていう感じじゃなくて、このね、多分、いっぱい温めた方が早く孵化しますよという感じなんですかね。ただ、ワームアップでね、スタミナ30も使って、これ10しか温められなかったんですけども、これ1000ってなかなかこれえげつないこれ数字ですね、これ。まあ、たまたまね、運が悪くて、10しか温められなかったのかちょっとわかりませんけども、これで1000まで行くってなかなかきついな。じゃあね、最後、10スタミナありますんで、ハグをしてみますか。こちらのじゃあハグ。こちらでポチッと。さあ、そうすると、あ、1だけ回復した。いや、これ厳しいな、これ。これで1000になるまで、この弾が孵化しないという感じですかね。いや、これ厳しいっすね。ちょっとね、これだと厳しすぎるんで、マーケットプレイスで販売した方がいいかもしれませんね、これ。まあ、あとはね、鳥をね、どうしてもゲットしたかったら、このキャッチの方で、卵は狙わないで、このね、鳥の方のオープンを狙っていくという方がいいかもしれませんね。こっちっすね。
で、なるべくね、大きいスタミナで、マシンを使ってね、ゲットしていくという方法もあります。でね、卵を孵化するのはなかなか厳しいものがありますね。その場合は、今温め最中のエッグとかも、ミントをできるのかな？じゃあ今度はミントしてみますか。じゃあこちらでミント。Are you sure to mint this item? ってことで、じゃあ、でこちらをね、イエスにするとどうなんでしょう。こちらでイエス。ミンティング。はい、そうすると、ブロックチェーンネットワークがトランザクションを確認するまで、数分お待ちくださいよ、と感じで出ましたね。じゃあ、これで待っていると NFT 化されるのか、ちょっとその辺待ってみたいと思います。さあ、今ね、数分経ちまして、こちらの卵が、先ほどね、インアクティブというものから、セールという文字に変わりました。で、こちらのゲームの専用のね、ウォレットを確認しましたら、このマーケットから入ってもらって、MyNFT ですね、こちらを確認しましたら、こんな感じでね、先ほどミントした卵がね、表示されました。で、こちらのね、ミントは2023年8月の6日の5時8分ですね、にミントされましたよというね、私のこのね、ミントした卵の情報が記載されています。で、こちらをじゃあ売る場合は、こちらのマイページの方から、これでセールで売れるのかな？そうしますと、Enter the Price of NFT と書いてまして、じゃあいくらの FRTS で売りますかというところが記載されるんですね。まあ、なので、まあね、だいたいさっきね、見たところですと、だいたい、あれどれだっけ、ワンダーエッグ。だいたい今 18FRTS ぐらいで売られて、一番高いので 18FRTS か。ですので、じゃあまあ16でも売られてないな。じゃあ16でいいか。じゃあ16にして、じゃあ販売しましょうよと。で、これでセールかな。なんでこちらでね、ではピンを入力しなさいよと言われますんで、適当なね、文字をじゃあ選択して、こちらで、サブミットかな。はい、そうしますと NFT の販売に成功しましたと出ました。そうしましたら、またね、マーケットの方を見てもらいまして、こちらの方に新しく私の卵ちゃんがどっかしらで販売されているという感じかな。ちょっと見当たりませんが、まあ、どっかしらで、ね、販売されているはずです。はい、ということでね、まあ、こんな感じでね、卵とか鳥をね、キャッチをして、そのまま販売するということができましたんで、まあメロでもね、まあチミではありますけども、稼ぐことができるという感じのゲームになってます。で、さらにね、多分超低確率ではあるんですけども、このキャッチの方でね、金の卵をゲットできると、本物の金がもらえるというゲームになってますので、ぜひね、メロでも稼げそうですので、始められてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。